こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、深谷爬虫類館初出勤でございます。ちょっと前の動画でね、マリさんの方でも報告ありましたし、まあ僕の方でもね報告させてもらいましたけど、こちらマリさんが1年半以上かなかけて、まあ、まだ改装途中らしいんですけど、作り上げている爬虫類館ですね、本日4月の20日オープンということで、今日からですね僕もここのスタッフとしてね働かせていただきますので、まあ、今日初日なんですけど、どんなことやっていくのか、まずはねオープンする前の準備とかをね教わろうかなというふうに思います。ちなみに僕の出勤日は金土日に決まりましたので、金土日遊びに来られる方よろしくお願いします。イベント出店の時とかはね、出れないんですけども、イベント出店ない時は基本的に金土日ここに、出勤してますのでよろしくお願いします。それじゃあ中の方、まあ、またね変わってるし、何をオープンまでにやるのか、まだワニさんはね出勤してないです。今10時なんですけど、ワニさんのもともとね働いてた助手さんがいるので教わりながらやっていきたいと思います。外も見て、ナギちゃん、カメラはね、なぎちゃんにやってもらってるんですけどね、こうベンチとかもできて、カメちゃんたちがね、見やすくなってます。白いも、赤いも、赤いも、紅いも、紅いも、赤いもはどっちか、黒いも、黒いも日陰ができてね、いいね。そうそう、ここね、できましたね。そしてこっちにね、餌あげ場もあるね。この餌あげのやつとかも後で準備するのかな。じゃあ中の方行きますか。お花もね続々と届いてますね、朝から。はい、こんな感じで、まあこちらはなぎちゃんとアニマルタイガーということで、風船をね、かわいいですよ。トケイシさんですね、トッケイのブリーダーさんかな。今日よろしくお願いします。お願いします。なんて呼んだらいいですかね、助手さんで、助手でいいんじゃないですか先輩、先輩、先輩よろしくお願いしますじゃあ10時ということなんですけど、オープンが12時12時ですね。それまでにまあどんなことを準備するのか、まあ今日は特別お花とか届いてると思うんですけど、何をやればいいですかまずじゃあ、はい、お花開けちゃいましょうか。お花開けちゃいますじゃあまずは通常業務じゃなくて、そうですね特別業務です。お花多分まだ来るよな。いいと思いますね。どこに並べましょうかね。またこことこの玄関のあたりって言ってました、はい、表に。はい、じゃあ一旦ね届いてたお花出し終わったんで、通常業務よろしくお願いします。教えてください。じゃあちょっと端から行きますか。はい、という子はもう鉄塔シーツ直してあげたり、はい、フラットがひっくり返しちゃってるんで、ひっくり返して鉄塔シーツ変えますか。なるほどですね。この子はちょっと危ないかもしれない。取り扱い注意ですかこの子は。うちの方がまだおとなしいかなあ、嫌だな基本ではもうペットシーツ汚れてる子は全部買いますね、オープン前に。あ、なるほどね。うわぁ喜ってるな一応カードこの子はでもそんなに、あっちのブラックよりは、ブラックよりは全然大丈夫です。でも怖いです。はい、おいで、まあ、ちょっといい子にしててもらって上のサバンナは多分はい、わかりました。でもこんな感じで、はい、とりあえずじゃあ汚れてるペットシーツ変えてていいですか。大丈夫です。はい、じゃあサバンナ、サバンナちゃんも水を変えてあげましょうかね。よいしょ元気出しちゃった。かわいい、うん、よいしょ。はい、検査からね。よいしょよいしょ。おいしょ。おい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 、来ない。はいはいはい。はい、かわいいですね。ちょっとずつ慣らしていくのも大事かもしれないから。触れ合いできるよね。ほら、ごまちゃん行きます。じゃあ、ごまちゃん行きます。やった。ごまちゃん、うちがすごいんで。はい。水場の下にコックがついてるんで。すごい、このケージのレイアウトも変わりましたね。変わりました。ひまちゃんのメンテナンスはここにバルブがあるんで、はい、バルブが開ければ水が抜けるんで、お掃除セット系は下に全部あるみたいです。これが水はじか、流してお
い、ごまちゃん、きれいにするからね。これの方がいいのか。え、めっちゃ綺麗だね、やっぱ近くで見ても。かわいい。顔の色、めっちゃ綺麗。はい。ちょっと水溜まるまで待ってて。まだ手つきが。手つきがまだ、新人だね。全部の程度が分かってない。じゃあ今度餌の補充をお願いします。はい、餌、あ、ごまちゃんがね、そうですね、食べる。ごまちゃん1日5組限定なので。5組限定、ちゃんと5杯だけ用意してください。なるほど。こんぐらい、このぐらいですね。5回です。昨日のがあるので、ちょっと補充してください。平等に分けんだよ。なるほどな。いや、これ5組限定、1日5組限定。そうですね。続いては、すっぽんもどき用意しますか。すっぽんもどきちゃん用のご飯。はい、うん、そうですね。はい、じゃあ OK、はい、です。なんか向こうに肉食魚がいるんで。はい、肉食魚用の。こちら2種類あるんですか。そうですね、沈む餌と浮く餌があるんですね。はい、すごい魚が、ね、欲しがるんですよね。めっちゃ見てるよね。すごい、なんかまたピラルクでかくなった気がする。見るたんびでかくなってこの子も結構でかくなるんちゃっけ。昨日多分池さんあげたんで、それ食べて、お腹ボコボコですね。腹パンパンですね。あ、確かに。昨日もっとすごかったですよ。あ、そうなんですね。 OK です。じゃあ肉食魚も OK。 はい、じゃあ続いて肉ガラメのご飯を、カップを回収して。はい、暑いね。今日は猛暑だよ。始めしますよ。はい、じゃあお野菜をちょっとちょうどいいくらい入れてください。ちょうどいいくらい、ちょうどいいくらいって、どのくらいだろうな。食べちゃダメだよ。食べたい。準備完了で OK です。ありがとうございます。マリさんが来ました。おはようございます。おはようございます。
やってます、やってます。あ、やってます。あ、はい、うん、頑張ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、お願いします。青大将？そう。ビッグサイズ青大将。ジャパニーズビッグスネーク。ちょっと待ってね、落ち着かないね。あ、お、ちょっといいですか？はいはい。はいはいはい。I'm excited。この子でかいよ。でかいね。長い。ああ、めちゃめちゃあるね。後ろは行かないで。ワニさん家からお引越ししてきました。今日来たのかな。でかい。挨拶の練習。いらっしゃいませ。いいかも、いいかも。もっと声張って。声が小さい。いらっしゃいませ。違う違う違う、ここいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。頑張ります。こんにちは。いらっしゃいませ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 。さんさん、いらっしゃいませ。1日目の営業が終わりました。これから後ろであれはい、じゃあね、初日が終わったということで閉店作業ですね、やっていきたいと思います。今任されたのはカメちゃんたちを車庫入れします。はい、キズメちゃんたちね、今日たくさん食べてくれましたから。このごらん、もちくん、こちらがもちくんです。ガオー、かなりの重さになってきましたね、これ。でかいね、これ。じゃあ閉まってきます。じゃあ、うふ、就寝所はこちらでございます。ここも十分広いので天然の日光では勝てないです。はい、続いてタロイモ。うわっ、タロイモの方が全然重いわ。今日めちゃめちゃ食ってた。めっちゃ土かっきり。よいしょ、タロイモも。じゃあ車庫入れ。はい、タロイモくんもおやすみなさい。この間さ、木くずとかさ、あとこっちもなんか開けた時に木くずがめっちゃ入ってた。了解です。ペンギンビビるかな。落ちた。
落ちた落ちた落ちた。タンクタンクタンクおいでタンク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 。はい、疲れましたね。疲れましたね。大変だね。ヨガさんも結構長い時間見ましたけど、1日目終了ということで、まあ、冒頭でも言った通り僕は金土日ね出勤なので、皆さんぜひ遊びに来てください。まあ、初日ねたくさんの方来ていただいて非常に楽しいオープン日となりました。何かあります？アルマジキたくさんのご来店をお待ちしております。お願いします。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。